暑い。いい匂いがする。すごいいい匂いがするじゃない。おはようございます。もらったの？一つはこれは田舎用おふれんだね。どれ？ちっちゃいのと大きいの買って、うん、大きいのはうちで食べておふれんから、うん、でちっちゃいのは田舎用おふれん。どれ見せて。すごい大きいじゃん。大きさの比較がちょっと比較対象なんかないの？この2つです。今近所の方からいただきました。すごいね、この大きさ。これは何？これはフルーツメロンって、これ私大好きだけどさ。ああメロンね。うん、あの、うん、ちゃんと軸が落ちるまでね、こうやって落ちるまでね、置いといたから美味しいよって言って。あ、売れ売れってこと？売れ売れ。あ、すげえ。いい匂いがする。すごいいい匂いがするじゃない。これは昔よく子供の頃食べたような記憶がある。私も好きだもんで、よう作ったもん。これでかいな。でかい。これ大きさちょっとなんか比較するもんない。何もない。ちょっと大きさを比較してみます。なんだろう、卵か。卵じゃないな。卵ぐらいしかない。重たい。いいよ。どれで？炊飯器。はい、こんな感じです。炊飯器と比較してこうすごいでかい。これ直径さ30センチぐらいあるね。30センチあるね。切ってみ。やだよ。いつ食べる？食べるよ、スイカは。あの、好きだって言ったから、もうひとみさん買わないでね、くれるでって言った。うん、って言ったから。持ち上げる。よぉよぉ、タカちゃん持ってきたな、これ。よいしょ。はい。あー、オッケーオッケー。でかいっす。でっか。切る？切ってみ。まだこれが新しい。新しい。もうちょっと多く？うん。もうちょっと大きい。何これ、どれぐらいでちょうどいいの？いいけどね。何？ミークが来たら切ってくれるわ。それよりプリンスメロンを先食べに。これ。うん。で冷やしてから食べるんじゃないの？それ。切って冷やしてもいいよ。うん、それでうちのね。うん。何？あ、枝豆？うん。もう塩でしてあるの？うん。ちょっと食べさせて。ちょっと塩がね、まず練習しようと思って。練習、うん、塩加減の練習。塩加減、うん、でまあこれはちょっと薄かったから今度は虫入ってないだろうね。入ってないよ虫が全然。ほんで身がちょっとまだちっちゃいな。うん、グーグルで調べたら沸騰してから4分って言ったからさ、うん、それでやったけど、うん、多少塩味が効いとるよ、うん、あーすごい綺麗。ちょっと待ってすごい綺麗な色。メロンじゃなくて普通のメロンみたいな。あーいい匂い。それね、私はあのこれね、タカちゃんはあの今くれた人はね、うん、あの字はやはわした、うん、だけどあの今川の市民参院を借りてやってる人は、うん、みんなビニールの袋に入れてぶら下げてある。うーん、すーごい美味しそうだねっつってさ。あそこも7月8日にそんな分厚く皮むくの、うん、市民参院の作っとる人の品評会があって、うん、優勝者には、うん、あのなんか景品がなんかもらえるって書いてあった。うん、これ種取っとくと来年いいって言ったから。せこいな。どっちみちあのこうやって美味しく作ってくれる人はくれるんだからいいじゃん。うん、自分で作ると大概失敗するじゃん。失敗ばっかり。あの種まけば生えるっつったけど、うん、あのそうなんぼも作るじゃないので、うん、買ってきた方が早い。うん、そりゃそうだ。ちょっと一口食べさせて。本当はうちおじいさんはねこれをな、うん、食べたのよ。この種を、うん、種が美味しいって種のとこが一番美味しいっつって種を吸って、うん、種のとこで吸って、うん、あのあけびと一緒。あ、ほんであのあとプッと吐き出した。その半分ぐらいでいいの？どれ？これ種だらけじゃん。はい、もらったばっかりのプリンスメロンちょっといただきます。洗っちゃいかんで、うん、いいだろうな。甘いね。
冷えたらもっと美味しくなりそう。はい、ということで、すごいたくさんいただき物があります。しかし、この、かぼちゃ、かぼちゃじゃない。ちょっとあんたここに顔並べてみ。顔並べて、しゃがんで。はい。顔の大きさ、真横になら、真横にならば。私の顔は人よりうんと大きいんだよ。この遠近法は利用してませんが。早く腰が痛い。はい。ということで、めちゃくちゃでかいな、これ。はい。このカットシーンはまた後ほど。うん、熱い。あんたの包丁持ってきて。30。あんな小さいのじゃ。一緒だわ、包丁なんか。それで、ここの上で切るか？さあ、スイカを切ります。私は切れんでね。どこで切るの？その下で切った方がいいんじゃないの？で、下、新聞しかなんか敷いてか？うん。段ボールでいいじゃん。ちょうど段ボール持ってきた。この段ボール敷いて。うん、はい、それではこのジャンボスイカ切ります。熱くないの？今日35度ぐらいいくんじゃないの？なるって？もう朝から忙しい忙しい。なんで？なんでかちょっとここもね、こういう風になっていいんだけど。どこが？ここが茶色くなってどれどれ、これが青かったじゃん、うん、茶色くなってきていいんだけど、しここに穴が開いてきた、これ変な、うん、でいっぺん早いとこ切った方がいいかなと思ってさ。でかいな、うん、どうやって切る。こここういうふうに半分。それじゃおかしいし、縦でしょ。まずここ切らん、あとはねここ切らんでかいんだな。いつもどうやってやっとんの？いつもここ切ってこうやって立てて、ほんで、うん、じゃあそれですね、いつも通りでいいでしょ。だっていつもこれいい色だ。いいよ、夏です。んでこうにして座るから、これで包丁とスイカの大きさのこの包丁が足りない。パキっていったね、うん、おすごいじゃん。すごいじゃん、しっかり詰まっとるじゃん。間が空いとるって言ったからそうかなと思って。これ半分持ってったって冷蔵庫入やへんぞこんなの。これ20だからこれで20ちょいある、25センチぐらいなんじゃん、これ。うん。あるの？物差しが。メジャーが。はい、メジャーでちょっと測ります。はい、こっから。30センチ。29センチある。で、こっち、幅は。30センチ。はい、幅は30センチ。これは重たいわ。重たいけど味はどうかね。スプーンでちょっとすくって食べてみる。スプーンで半分持ってかな、私も冷蔵庫入れる。これはちょっと半分どころじゃないぞ、4分の1ぐらいじゃないと入らへんの。これみんなに配るか。どうやって？今から、うん、でそこまでお前食べたらそこ切って、あとはさあみんなに配る。はい、スイカ火取らんで美味しくない。甘い。甘いやっぱし。甘いわ。甘いって言うんだよ。あの人が保証付きだもん、いつも。渡辺幸三さん。保証付き。タカちゃんのスイカは甘いって。甘いって言って。これぐらい、こっちが入るわ、うん。うん。はい、じゃあこの4分の1を持って帰ります。うん、それでは。こっちはどうすんの？どうすんの？私もこれならいいけど、こっちほんじゃ切って。切っちゃいん。切って、サイコロ用に切って、ほ、うん、で、もう、大きい器に入れときゃいいじゃん。うんうん、で、これはこのままラップにくるんで、冷蔵庫入れとくわ。うん、っていうか、暑いな。一つだけ？
何一つだけって。こっちだけ持ってくだけ。じゃあ入らんて、そんなにたくさん、うん、まあ、とりあえず一個持ってって入ったら持ちに来るわ、うん、はい、ということで、でかいスイカ、美味しい甘い大きいスイカ、うん、ね、食べるん、うん、どう、うん、美味しいでしょ。これをじゃあ五目に切って四角に切って冷蔵庫入れとくわ、うん、まあこれうちちっちゃいラッパ、タッパないで、タッパじゃない、はい、それではこれを持って帰ります。昼過ぎに12時過ぎに行こう。どこへ、うん、と見て、うん、今日は暑い。